こんばんは、パパゲーノです。いつものキルモーフです。こうやってるとね、本当にこれ結構マジであったかいんですよ。今日の夕飯です。焼きそばね、半額99円。それからこれオードブルセットみたいなやつなんですけどね、フライドチキンとポテトと、これがね、なんだっけかな、エビフライかな、あの小さいエビフライだと思います。でまだもっといっぱいあるんだけど、できれば明日まで温存しておきたいななんて思ってるんですけどね。今日のお酒はサントリーリザーブです。いただき物なんですけどね、なんでこんなに減っちゃってんのか不思議なんだよな。おかしいんだよな。あ、ちなみにね、昨日から今日にかけてね、いつものメンツプラスアルファでキャンプしてきました。でね、おかしいんだよな、これなんでだろう。朝になったらね、こんだけになってんですよ。ついでにね、これもあったんですけどね、リザーブハイボールにしちゃうともったいないんでね、こっちハイボールにしてたはずだったんだけど、目が覚めたらこんだけになってました。どういうことなんだろうな。まあ2人で飲んだんですけどね、おかしいんだよな。でね、まあ今朝はね、もう酒なんかも見るとも嫌だなとかって思ったんですけどね、どういうわけかな、また飲みたくなっちゃいました。で、ね、やっぱりリザーブはね、ちょっとね、美味しいからもったいないから、ストレートでいただきます。ということで乾杯。お疲れ様でした。実はね、これハイボールは別に問題ないと思うんだけど、ストレートとか水張りで飲むとね、なんかあんまりウイスキーの味しないんですよね。こっちはちゃんとウイスキーの味しますね。これね、ミニエビフライとかだったと思ったんだよな。焼きそばどうかな。これも美味しい。そしてリザーブは、たまんねえなとかって感じですね。だからこれ飲み終わったら、これでハイボールでございます。ああそうだ、でこの後にね、ちょっとね、探索しに行った時の模様を少しだけ入れときますね。それでは、じゃあまあ行きましょう。これここリザーブだから、リザーブ入ってない、はい、ラッパで行きましょう。ラッパで行かない、いやラッパーだから。ちょっと待って、僕も飲まなきゃな。しびるなあ。僕も飲むの？僕も、はい、飲みすぎだよ。たまんねえな。グヒヒとかって、なんかこの帽子かぶるのは六角星人みたいになってるよこれ。相棒のさ、警部殿とかって、そう鑑識の人。本当にストレートで飲んでるこの二人。なこれきついけどね、これは正統派の飲み方だよ。たまにはいいよね。そう、お正月だからね。ね。木和田隧道です。国道465号。このトンネル、昭和初期、何年だっけかな、昭和10年頃だった、11年かな、9年かな、その頃の竣工なんですけどね。現在この区間、新しいトンネル掘られてます。そうなるとどうなるのかな。このトンネルの前後の区間ってね、基本的には民家とかねないので、廃止になっちゃうかもしれない、ひょっとしたら。どうなんでしょうね、注目ですね。これも国道465号。今正面にトンネル、これ分かるかな、見えてますけど、あれは新津森トンネルと言います。でちょっと旧道の方行ってみましょう。まあ新津森トンネルなわけですからね、当然旧と言いますかね、ただの津森トンネルと言いますか、筒森隧道もあるわけです。ということで、ちょっとそちらに向かいますね。このカーブの先ね、掘り割りになっていてトンネルが現れます。ハイビームだけど対向車大丈夫かな。大丈夫だ。はい、こちらね、これが筒森隧道です。これは昭和2年の竣工だっけかな。でね、ここ左右結構今白くなってるけど、これ多分最近やり直したんじゃないかな。そうだ、ついでに言うと、この上にもう一個ね、さらに古い筒森隧道あります。
だからね、この筒森の地区ってね、あのだから筒森トンネルっていうのはね、新旧旧旧とね3台のトンネルが一応一箇所残ってるんですよ。しかも旧トンネルと新トンネル2本は現役ですね。あ、上の旧旧トンネルはさすがに現役じゃないですって言いますかね。通り抜けるとその先ストーンと落ちます。あ、そうそう、言い忘れたんですけどね、それでね、結局筒森は新筒森トンネルって名前になってね、旧トンネルと新トンネルが併存する状況になってるわけなんですけど、その一方でね、さっきの際田隧道がどうなるかなってのがね、やっぱり若干気になるわけなんですよね。うん、新しいトンネル、まあ廃止になっちゃったら新しいトンネルは新際田トンネルじゃなくてただの際田トンネルになるんでしょうね。このね、2本のトンネルを通り抜けると養老渓谷の温泉街です。2本目のトンネルね、名前忘れちゃった、小田台トンネルとかな、あ、それ後ろの方かな、どっちだ。で、ここからね、坂下ったところが養老渓谷の温泉街です。この奥に川の屋さんって旅館があるんですけど、その川の屋さんに行くちょっと手前のところにね、なんか最近ね、この結構よく話題に上ることが多い2階建てトンネルがあります。知らない方は共栄トンネルでね検索すると出てくるんじゃないかな。ついでに言うとね、川の屋さんはね洞窟風呂があるんですよね。ということでした。